英語学習の時間がやってまいりました。 How are you everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習、 NHK ワールドニュースを使いながら英語力と情報力どんどん上げていきましょう。日本から遠く離れた場所です。中東ですけれども、本当に一般の子どもたち、市民が悲惨な状況になっているということで、まあできること、ないかもしれないですけども、こういうことを知っておくというのは非常に大切だと思いますので、英語を学びながらしっかりと情報力もアップして、中東で一体何が起こっているのか、しっかりと英語力、情報力アップしていきましょう。まず、英語字幕借りで NHK ワールドニュースを見ながら、ニュースのアウトライン、概要を捉えていきたいと思います。次に、英語と日本語字幕を使いながら、難しい単語、表現、詳細内容をチェック。そして、英語を NHK ワールドキャストの上手な英語を真似しながら、しっかりと声に出して、日本人が一番苦手と言われている英語のスピーキング力もどんどん上げていきましょう。3番目は、まとめ、字幕なし、英語のリスニングだけで学習した単語表現、そしてニュースの内容をしっかりと聞き取れるのかどうかチェックしていきたいと思います。英研究家事チャンネル、英語学習に使える、そして英語を学びながら情報力もアップできる、そんな動画をどんどん上げていきますので、チャンネル登録、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを見ながら、一体中東で何が起こっているのか、英語力と情報力アップしていきましょう。 Let's get it started。 さあ、それではこの左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。英語字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、左の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。では、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. それでは、英語字幕ありで見ていきましょう。Aid workers in Gaza have warned that residents are facing an imminent threat of starvation. They've urged world leaders to do what they can to ensure the delivery of aid. Now, the U.S., EU, and others are scrambling to open a new route from the sea. Relief workers have seen Israel almost completely cut off land routes to Gaza. A number of airdrops have been conducted, but they haven't been enough to make up for a lack of food and medicine. So U.S. officials announced the construction of a temporary floating pier. The EU is one of the partners joining the plan. European Commission President Ursula von der Leyen checked out some preparation work on Cyprus. She said the first pilot operation will happen as soon as Friday.Despite all the challenges, and this is truly inspiring, we are now very close to the opening of the corridor. Countries joining the project know the route will be complex. Some are concerned that getting it up and running will take time, and they say the corridor must be part of a sustained effort to increase the flow of aid through all possible routes.Israeli forces have been accused of killing more than 100 people gathered around a truck that was delivering aid. But after an investigation, they say troops shot at people they describe as suspects to remove a threat. Palestinians reject that conclusion and have called for an independent investigation. さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありで見てみましたけれども、アウトライン、概要を捉えることできましたでしょうか。本当に中東のガザ地区でですね、もう本当に最悪なことが起こっているということで、もう食料が届かない、そしてみんながこの21世紀に餓死状態、飢餓で亡くなっているということですね。本当に国際社会、アメリカやヨーロッパが動いても、このイスラエル、パレスチナ、イスラエル、ハマス問題解決できないということで、本当に残念と思いますけれども、このニュース、次は英語と日本語字幕を使いながら、しっかりと詳細内容を確認しつつ、難しい単語表現音読しながら見ていきたいと思います。視聴者の方もですね、声が出せる方は一緒に英語を楽しく話しながら、日本人が苦手と言われているスピーキング力しっかりと上げながら、英語を話すことに慣れて、そして単語表現見ていきましょう。ではまずこの部分ですね、一緒に音読をして、右側の日本語訳と照らし合わせて見ていきたいと思います。ではここから行ってみましょう。 Aid workers in Gaza have warned that residents are facing an imminent threat of starvation. They are urging world leaders to do what they can to ensure the delivery of aid. ガザの援助活動から、住民が差し迫った飢餓の脅威に直面していると警告した。
彼らは世界の指導者に対して援助を確実に届けるためにできる限りのことを行うように求めているということですね。ガザ地区には250万人と言われる人たちが、もちろん子供も住んでいると言われていますけれども、本当に食料が入らない、まあ餓死する人も出てきているという、こんな状態になっているということです。ではここ単語表現ですね。これ warn という発音ですね。 W-A-R-N ですけども warn ですね、警告をするというんです。覚えておきましょう。そして imminent threat of、 差し迫った脅威、オブ以下の脅威が imminent threat、 差し迫っているということで imminent、 差し迫ったですね。この Google 自動翻訳の音声入力機能を使うと、自分の発音がしっかりと通じるのかもチェックできます。例えばこのボタンを押して imminent threat of starvation、 こんな感じで話すとですね、 imminent threat of starvation、 差し迫った飢餓の脅威ですね。imminent、 差し迫った、覚えておきましょう。 imminent threat of starvation、 starvation ですけれども、 starvation というのは飢餓ですね、食料がなくて、ないことですね、飢餓、覚えておきましょう。そして urge というのは促す、世界のリーダーたちに促している、 to do what they can、 世界のリーダーたちができることをするようにと促している。もちろん何ができるか、しなければいけないかというと、The delivery of aid、 まあ支援物資を一刻も早く届けることだということですね。じゃあ次、この部分しっかりと一緒に音読をしながら、英語を話すことに慣れて、スピーキングをしながらですね、どんなわからない単語が出てきているのか、表現が出てきているのかチェックしていきましょう。 Now the US, EU and others are scrambling to open a new route from the sea. Relief workers have seen Israel almost completely cut off land routes to Gaza.現在、アメリカ、ヨーロッパなどが海から新たな航路開拓に躍起になっている、まあ、取り組んでいるということですね。援助活動員、イスラエルがガザへの陸路をほぼ完全に遮断していることを目の当たりにしているということで、本当に21世紀にこんなことが起こるのかと思いますけども、ガザ、周りを取り囲まれているけれども、支援物資、イスラエルによってもう入れれなくなっているということですね。まあ、アメリカ、イスラエルをなんとか、説得しようと試みていますけれども、大国、アメリカ、米国をもってしても、イスラエルの行動を変えることができないという、こういう現状に直面している世界ということですね。それではここ、単語表現見ていきましょう。スクランブリングというのは、大急ぎで何々するということですね。まあ、自衛隊のスクランブル発進なんか言いますけども、スクランブルというのは、大急ぎで何かをする。まあ、躍起になるって感じですね。relief workers というのは、救援活動員ですね。relief というのは救援、助けるですね。relief workers、そして completely というのは完全に cut off、 遮断されている land route to Gaza、 陸地を使ってガザに支援物資を届けるそのルートというのは completely cut off、 イスラエルによって完全に、まあ、遮断されている。だから食べ物や支援物資が全然入ってこないということです。では次、この部分を音読をしながらですね、スピーキング力アップしながら内容を見ていきましょう。A number of airdrops have been conducted, but they haven't been enough to make up for a lack of food and medicine, so US officials announced the construction of a temporary floating pier. で、アメリカ、多数の空輸を行っているけれども、まあ、空からですね、陸路がダメなので、空から支援物資、食料、医療品、ガザに投下していますけれども、不足を補うには十分ではない。そこで、アメリカ当局、まあ、一時的な桟橋ですね、海からの支援物資を行うために、一時的な、普天橋ですかね、建設を発表したということです。さあ、ではここ単語表現見ていきましょう。conduct っていうのを行うってですね、 conduct 覚えておきましょう。今アメリカ空からですね、支援物資を落としているけれども十分ではない。 make up for というのは何々を補うという表現ですね、しっかりと覚えておきましょう。この make を使った表現たくさん出てきます。英語 make up for で何々を補うですね。 a lack of food and medicine、食料、医療品の lack of、
不足ですね。不足を補うためですけども、ここに haven't 否定形になっているので、haven't been enough で十分ではないですね。食べ物や医療品の不足を補う、make up をできるほど十分ではない。そこでアメリカが construction というのは建設、temporary というのは一時的なんですね。floating というのは浮く、pier というのは桟橋ですから、海に浮いている桟橋のようなものを作って、そこから支援物資を搬入しようとしているということです。海からの支援物資が許されるなら、イスラエルが許すならですね、なぜ同じことを陸路で今すぐにできることができないのかなと思いますけれども、海からだったらイスラエルはいいよっていうのかは非常に私は個人的に疑問だと思ってるんですけれども、海から支援物資、食料、そういうものが入れれるんだったら同じことを今ある陸路でやったらいいんじゃないかと、まだ一刻を争うのでそう思いますけれども、皆さんはどう思いますでしょうか。さて次、この部分ですね、音読をしながら出てきた単語表現内容を見ていきましょう。The EU is one of the partners joining the plan. European Commission President Ursula von der Leyen checked out some preparation work on Cyprus. She said the first pilot operation will happen as soon as Friday. ということで、EU もこの計画に参加するパートナーの一つ、欧州委員会のUrsula von der Leyen委員長、キプロスでの準備作業を視察、金曜日にも最初の試験運用が行われるだろうと述べたということですね。ここの単語表現ですけど、preparation というのは準備ですね。preparation work、まあ、準備作業が、キプロス、これ英語の発音でサイプラスと言いますけども、キプロスですね。日本語で言うキプロス、サイプラス覚えておきましょう。海から、ガザに食料や医療品を届ける、そういう活動が as soon as Friday、早ければ金曜日にという表現ですね。as soon as もよく出てきますので覚えておきましょう。First pilot operation will happen as soon as Friday。最初の、お試し的なんですね、まあ、試運転というものが早ければ金曜日に、happen 行われるだろうということです。さあでは次、ここを見ていきましょう。Despite all the challenges and this is truly inspiring, we are very not close to opening the corridor.あらゆる課題に関わらず、これは本当にインスパイアリング、まあ感動的っていうんですかね、インスパイアリング、まあ心を打つようなものだ。私たちはコリドー、回路の開通にそれほど近づいていないということですね。本当にアメリカ、ヨーロッパが一つになっても、イスラエルを説得してですね、一般の市民の人たちに武器ではなくて食料や医療品、そういったものを届けることさえですね、イスラエルが OK をしない、それに、それは違うだろうと言えないアメリカやヨーロッパがあるということで、イスラエルという国はどれだけですね、まあ、力を持っているというかですね、そんなふうに思いますけども、ではここ単語表現見ていきましょう。Despite 何々にもかかわらずですね、Despite all the challenges、まあ、全ての課題にもかかわらず、This is truly inspiring ということで、まあ、海からですね、食料、支援物資を入れようとするのは、まあ、inspiring、まあ、心を打つ、本当に心を打つ取り組みだと言ってますね。コリドーというのはですね、回路と言います。Humanitarian corridor というのは、まあ、ウクライナ戦争でもよく使われていましたけれども、人道回路ですね。まあ、人々が逃げるその回路ですね。コリドー、覚えておきましょう。さあ、では次。ここを音読しながら内容を見ていきたいと思います。視聴者の方も声が出せる方は一緒に英語を音読しながら、日本人が一番苦手と言われているスピーキング力、話す練習をしてどんどん上げていきましょう。 Countries joining the project know the route will be complex. Some are concerned that getting it up and running will take time. And they say the corridor must be part of sustained effort to increase the flow of aid through all possible routes. ということで、プロジェクトに参加している国々、ルートが複雑になることを認識、承知している。立ち上げと運営には時間がかかるのではないかと懸念する人もいて、この回路、あらゆるルートを通じて援助の流れを増やす、継続的な取り組みの一環でなければならないと主張しているということで、海からも陸からも、食料や、医療、支援物資が届かないと、200万人、250万人と言われているガザに、
まあ、閉じ込められていると言ってもいいと思います。まあ、そういった人たちの命が、まあ、削られていっているということですね。では単語表現を見ていきましょう。complex というのは複雑ということですね。complex を覚えておきましょう。そして、getting it up and running will take time. take time というのは時間がかかるんですね。get it up。それを立ち上げて、running、運営していくには、will take time、時間がかかると、concern、みんなが懸念をしているということですね。sustained というのは、持続可能な、持続的なということで、sustained effort、持続的な努力が必要だ。increase、増やすですね。the flow of aid through all possible routes、すべての可能性のある、海、陸、空、すべての可能性のあるルートを through 通じてこの支援のフロー流れをどんどん増やしていく sustained effort 持続可能な努力がいるということです。さあでは次最後の部分、ここ一緒に音読して内容を見ていくとともに日本人が苦手と言われるスピーキング力を上げていきましょう。Israel forces have been accused of killing more than 100 people gathered around the truck that was delivering aid, but after an investigation, they say troops shot at people they describe as suspects to remove a threat. Palestinians reject that conclusion and have called for an independent investigation. まあ、日本でもニュースになっていましたけれども、イスラエル軍支援物資を届けていたトラックの周辺に集まっていたガザに住んでいる100人以上、なんと銃殺、鉄砲を撃って殺害したと非難されている。調査の結果、この軍隊、まあ、イスラエル軍ですけれども、脅威を排除するために容疑者とされる人々を銃撃したと述べた。パレスチナ側ですね、その結論を拒否して独立の主張を求めているということです。まあ本当に飢餓に直面しているトラックが入ってくる。まあいち早く、食べ物を口にしたい。まあ、そういうところで人がわーっと集まってきますけども、そこにですね、まあイスラエル軍が発砲して100人以上の人がまあ殺害されているということで、まあ後で字幕なしで見た映像にですね、まあ空からの映像が映っていますけども、本当に日本から遠く離れていますけども、このイスラエル、ガザ地区、本当に最悪な状況になっているということですね。まあ、しっかりと情報として、知っておくべきではないかなと思います。さあ、では最後にここ単語表現ですけれども、どんな単語があるのか、使われているのかということですね。describe、描くとかですね、述べる、そんな意味があります。suspect というのは疑いのある人、容疑者とかですね。threat というのは脅威ですね。ここでは remove a threat、脅威を取り除く。ね、まあ、イスラエルにとって脅威を取り除くために、まあ、発砲したんだと。イスラエル側はそう言っている。しかし、パレスチナ側ですね、パレスチニアンズ、reject。reject というのは拒否する。ですね、否定するっていうんですけども、そのイスラエル側のコンクルージョン、まあ、なぜそんなことをしたのかというコンクルージョン、結論を、まあ、拒否している、否定している。そして、call for というのは強く求める、要求するという意味ですけども、インディペンデントインベスケーション、独立した調査というのをしてほしいということで、パレスチナ側は国際社会に、まあ、要求をしている、強く要望しているということです。さあでは、英語と日本語を使いながら新しい単語表現と出会い、そしてですね、しっかりと英語を話して、英語力アップ、そして情報力もアップできたんではないかなと思いますので、次は3番目。字幕なしでもう一度この NHK ワールドニュースを見て、しっかりと集中しながらですね、学習した単語表現、そしてニュースの内容をチェックしていきたいと思います。そして、情報力アップ。日本から遠く離れていますけれども、イスラエルのガザ地区で今どんなことが起こっているのか、情報としてしっかりと押さえておきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it.それでは字幕なしで見てみましょう。Aid workers in Gaza have warned that residents are facing an imminent threat of starvation. They've urged world leaders to do what they can to ensure the delivery of aid. Now the US, EU and others are scrambling to open a new route from the sea.
Relief workers have seen Israel almost completely cut off land routes to Gaza. A number of airdrops have been conducted, but they haven't been enough to make up for a lack of food and medicine. So U.S. officials announced the construction of a temporary floating pier. The EU is one of the partners joining the plan. European Commission President Ursula von der Leyen checked out some preparation work on Cyprus. She said the first pilot operation will happen as soon as Friday. Despite all the challenges, this is truly inspiring. We are now very close to the opening of the corridor. Countries joining the project know the route will be complex. Some are concerned that getting it up and running will take time. And they say the corridor must be part of a sustained effort to increase the flow of aid through all possible routes. Israeli forces have been accused of killing more than 100 people gathered around a truck that was delivering aid. But after an investigation, they say troops shot at people they describe as suspects to remove a threat. Palestinians reject that conclusion and have called for an independent investigation. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度見てみましたけれども、しっかりと聞き取れましたでしょうか。学習した単語表現、そしてニュースの内容、英語のリスニングだけで聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方は、動画前に戻って何度も英語を聞いて、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らしながらリスニング力アップ、単語表現力アップ、そして英語を学びながら情報力もしっかりアップしていきましょう。今回の NHK ワールドニュース、日本から遠く離れた中東情勢使って英語力と情報力アップしてみましたけれども、皆さんはどんな情報を得て、どんな新しい単語表現と出会って、そしてどんなことを感じたでしょうか。本当に国際社会、去年の10月にハマスがイスラエルを攻撃して、まあ、こういうことになっていますけれども、何の罪もない一般市民の人たちもですね、まあ、こういうふうに飢餓で亡くなっていくようなこんな状況になっているのに、まあ、イスラエルを止めることができない、まあ、イスラエルを止めるというかですね、支援物資そして、薬なんかもですね、もう全く入れないようにするという、こんなことが本当に21世紀に起こっているし、まあ、それが今起こってしまっているということで、まあ、非常に、悲しいし恐ろしいことだなと思いますよね。中東だけではなくて忘れてはいけないウクライナ戦争もまだ続いています。本当に2024年も混沌とした世界情勢になっていますけれども、皆さんはどんなことを感じましたでしょうか。こんな感じで英検1級カジチャンネル、英語力アップと情報力アップできる、そんな動画をアップしていきますので、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方はぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力一緒にどんどんアップしていきましょう。 Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions as well as very important information from this NHK World News. If you think that my channel, AK1級Kaji Channel, is good for you to improve your English skills and expand information knowledge, please subscribe my channel and please do not forget giving me good evaluation button. Thank you for watching till the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.